今日はですね、雨降ってます。千葉県朝からポツポツとさっき降り始めたかなぐらいの感じで雨が降っていて、風が若干あって肌寒い。今日は気温あんま上がんないみたいですね。ずっと曇ってんのかなっていう感じの天気なんですけれども、今日も頑張って作業やっていきましょうということで、今日はねこれやっていきます。じゃん、ついにこの大杯梅ちゃんにね、はい、こいつもう花が、あ、見ました、花びら散ってったの。もう花びらがねだんだん散り始めて、花もちょっと終わりに近づいてきたんで、早めに花を除去して剪定してあげようかなと思っております。はい、梅の剪定やっていきます。はい、じゃあ早速ねこちらで見ていきましょう。これね、今年花が咲き始める前から動画の隅っこに置いといてね、だんだんと花が咲く姿を見せてくれた梅ちゃんでございます。こんな感じで綺麗な花が咲いております。これも見納めだね今日で。いやー、よかったよかった、綺麗に花が咲いて。去年ですね、植え替えたのが、この鉢に入れたのが、もともと買ってきた時はこれぐらいのサイズの根鉢だけの状態、鉢にすら入ってない状態で買ってきて、でそれをガシガシさばいてこの鉢に入れて、枯れるなよみたいなこと言いながらこの鉢入れて、なんとか枯れずにね1年持って、で今年も綺麗な花を咲かせてくれました。で去年花が咲いた時にこの花バーンって取って、こんな感じで取って、でよ、セオリーとしては2芽残しなんですけど、下の方から1、2って数えてバツンって切る、でまた今年の枝が伸びていくっていう感じなんですけど、去年それをやろうとしたらこの枝元の方にね葉芽がなかったんですよね。葉っぱの芽がなくて、まあ、これちょっと見てわかるかな、これは葉芽あんのかな、これわかんないですね。もうちょっと肉眼で詳しく見てみないとわかんない。で去年は葉芽がなくて、おアップしすぎた、これくらいか、こうよし、失礼、葉芽がないんだけど気にせず2芽残して全部切ってみたんですよ。そしたらこの葉芽がないから、もちろんこの枝からは枝が伸びてこなかったんですね。でどっから伸びてきたかっていうと、ほぼほぼ全部の枝、9割以上の枝が胴吹きしてきた。この今伸びてるやつら全部胴吹きしてきたやつらです、9割ぐらい。で今年こうやって花を咲かせてると。で去年はねそれでちょっと何て言うんだろう、ビクビクしてたんですよね。これ葉芽ないけど大丈夫みたいな感じでビクビクしながら、あ、すいません、花落としながらやっていきます。葉芽ないんだけど大丈夫かなと思ってビクビクしながら剪定して、結果胴吹きしてきて、ああよかったな、ちゃんちゃんで終わったんですけど、毎年それやるのもちょっと危険だなと思って、今年は、あ違う、去年の時点で枝が伸びた時に枝元の葉っぱを葉切りしたんですね。完全に葉を落としたんですよ、枝元葉を落として、セオリーとしてはそこが葉芽になる、で葉っぱがついてる部分に花芽がついて、で枝元が葉芽になって、で2芽残しで切り落とした時にこの葉芽の部分が残ってるから、そこからまた枝が出てくるよっていう感じの、教科書に載ってるような剪定の仕方、やってみた剪定の仕方というか管理の仕方、枝が伸びた頃に葉切りするっていう管理をやってみたんですけど、これねパッと見この葉切りしたにもかかわらず枝元まで全部花芽がついてました。結果から言うとね、
あのハキリ何の意味があったんだっていう感じなんですけれども、まあ、ちょっと花一回ね全部落として羽がどこについてるのか確認していきましょうか。一回この花をすべて摘み切りたいと思います。では少々お待ちください。よし、はい、花落としきりました。すげえな、大量な、こんな感じでめちゃくちゃ綺麗な花が大量に落とされました。はい、で残ったのがこいつら。ちょっとアップにして見ていきましょうか。もう一段階こんな感じでいけっかな。でやっぱりね、このなんて言うんだろうか、この辺、この辺りははっきりしたやつね。はっきりした部分っていうのはもう何も残ってないですね。ここも花が咲いてたんですよ。花が咲いてて花を取ったら何も残ってないっていう状態で、はっきりをしてない部分、これはちょっと霊的に甘いな。こういうとこ行けっかな。ピント合うか合わないか、ピントが合いません。ここはおりゃ、よし、こんな感じで、これね、はっきりをしてない部分3つ目がついてて、で両サイドの目は花だったんですね。こことここは花で、花を落としたから今ないんですけど、真ん中にこれ羽目が残ってるんですよ。真ん中のやつは羽目、これから葉が出てくる目、ここについてます。こんな感じで、あと先端の方も多分ね羽目なんですよね。これこりゃ、これこれこれも羽目。こんな感じで、なんかね、はっきりしてない部分に関してはこのポイントポイントに節々に3つの目ができて、でこれとこれが花になって、でこっちが葉になる感じで目ができてる箇所が多いですね。で枝元の方ははっきりした部分は1個しか芽がなくて、それが花になって終わりっていう感じ。ダメじゃんっていうね。この教科書に書いてあるあの芽切り、あ、初見、葉切りの方法全然使えねえじゃんっていう感じなんですけど、うん、こういう状況でございます。はい、でこいつは一応教科書通り2芽残しで今年も切っていこうかなと思います。まあ、2面残しで切り続けて、まあ、毎年毎年切っていったらこれがねどういう姿になっていくのか僕も見てみたいんで、まずは教科書を信じて2面から3面くらい残しでパツンと切っていこうかなと思います。まずはね適当にもう 3ぐらいで、間隔でね3ぐらいで切って、最後に整えていければいいかなと思います。こんな感じでねパツンパツンと落としていきます。一回ねこれを切ってある程度短くなった姿っていうのを見ないことにはあのイメージがしづらいんですよね。まあ一気にできる方だったらやってもいいと思うんですけど、僕はこっちの方がやりやすいから一旦ね、はい、こんな感じで落として、で様子を眺めてさらに切り込んでいくという感じでいこうかなと思います。はい、最終的にこんな感じになりました。ここまで短く切り詰めております。でこの枝たちに関しては羽目がないので、今年もおそらくこの枝たちは結果いらなくなるんじゃないかなと予想しております。はい、こういう状況ね。はい、これからまたねどんな感じで葉っぱが出てくるのか
今年の葉っぱが出てくるのか楽しみですね。はい、最終的には僕はね、ここだけ残そうかなと思ってます。ここ残しで、ここは全部もう陣にしちゃおうかな、それでいいかなっていう構想が今のところ最有力候補。この辺もね、全部シャリ化しちゃって、ごっつい足元と、ね、ちょっとした梅、生きてる梅って感じで作っていければいいかな。はい、構想はそんな感じで、これとかね、めっちゃ気になりますよね。剪定した枝が飲み込まれてる感じ。うん、はい、じゃあこれがどうなるかは、まあもうちょっとしたらね、芽が動き出すと思うんで、そこでまた報告できればなと思います。じゃあ本日の作業は以上です。はい、本日の作業は以上ですと言ったところで、こんな感じになりました。おっと、はい、こんな感じ。はい、裏からこんな感じ。はい、でこうやった時にどっから芽が出てくるのか楽しみですね。はい、でちょっと上の方ね、これはもう今年落とそうかなと思います。ちょっとこれで、ね、作業漏れてたんですけど、こいつはもう落として終わり。これでいきます。もともとこいつを残してた理由が、ちっちゃい鉢に植え替えたもんだから、できるだけ元気をつけさせたいっていう意味で上を残してたんですね。本当は最初からちっちゃくガーってもう彫刻したかったんですけど、まず枯れちゃ困るっていうことで、一旦残しとこうかって。で上の方はね、頂点が頂芽優勢の頂芽がこの元気にバーって走ってくれれば、元気も吸い上げてくれるんじゃないかなと。水分をねしっかり吸い上げて、まあ、成長してくれるんじゃないかなと思って残してたんですけど、まあ1年経って無事ね生き残ったんで、もう今年落としちゃって、でもう彫刻に備えるっていう感じですね。この辺も全部人化しちゃおうかなと思っています。どこまで残すかは決めてないですけどね、この辺りかなちょっと決めてないですけど、最終的にはこの辺は全部人になる予定です。さて、どこから芽吹いてくるでしょうか。僕自身も楽しみです。はい、ということで本日の作業は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。